徳川忠長は、江戸時代前期の大名。極意極官が、ジュニーダイナゴンで、領地が主に、駿河国だったことから、通称は、駿河大ゴン徳川家康の孫にあたる。慶長11年、江戸幕府、第二代将軍、徳川秀忠の三男として、江戸城祭の丸にて生まれる。幼名は九日よ。誕生日は5月7日、節、6月1日節。 12月3日説など諸説がある。5月7日は、イボテイ、星名正幸の12月3日は、イボアニ、長丸の誕生日が5伝したと考えられ、またマナセ原作の、医学転生期には6月1日生まれの、大気若君様への診療記録があることから6月1日説が有力と考えられており、大日本資料では諸説を紹介しつつ6月1日生まれとして、 小立てしている。乳母として、朝倉曲が付けられたという。父の秀忠や母の子は、病弱で喫音があった兄、竹千代よりも、容姿丹麗再起間髪な国千代を寵愛していたといい、大王子である、織田信長に容姿が似ていたのも、理由の一つとされている。それらに起因する、竹千代擁立派と、国千代擁立派による、直将軍の座をめぐる争いがあったが、 この争いは後、春日局による家康への直訴により、竹千代の後継使命で決着したという。徳川秀忠より、松平姓を与えられ、松平を称す。徳川姓が許されていた叔父の徳川義直、徳川頼信には宗家に後継が絶えた際には、将軍職を継承することが定められていたが、この時点の忠だ長には、まだそれがなかった。 現代2年あるいは4年の9月に、甲府23万8千国を配領し、甲府藩主となる。後、品野の小室藩も併合されて領地に加えられた。藩主就任に際し、朝倉信政や軍内地方を治めていた、鳥石毛寺ら不河老を中心とした、家臣団が編成され、後に、武田維新や大久保長安配下の大藩衆らがこれに、加えられた。元服前かつ、 幼少の国千代が実際に入府することはなく、藩の運営はこれらか診断や大監修により行われた。しかし現在4年10月9日、国千代は父を喜ばせるべく、自らが打ち取った鴨で作られた汁物を、父、秀忠の禅に供して、最初は喜ばせたものの、その鴨は、 兄の竹千代が居住する西のお丸の堀で打ち取ったものだということを知らされると、江戸城は父、家康が集築され、後には竹千代に渡さなければならないところである。国千代の身で兄である竹千代の住んでいる西の丸に鉄砲を打ち込むことは、テントに背き、父、家康への配慮もないことで、たとえ悔いなくとも、将軍となる竹千代への反逆に等しい。と、逆に、 秀忠の怒りを買ってしまう。秀忠は箸を投げ捨ててその場を退出するほどだった。玄那6年9月に元服し、昆虫院数殿の剪定により皆を忠長とする。玄那9年7月、家光の将軍宣言に再試県中納言に任官。同年11月7日に、織田の武の娘、政子と婚姻。寛永元年7月には、 駿河国と東東海国の一部を加造され、春煙公の計55万国を治療し、この頃より隣国の諸大名等からは、駿河大名軍という名称で呼ばれるようになる。しかし、忠だ長は自分が将軍の実定であることを理由に満足せず、大御所である父、秀忠に百万国を賜るか、自分を大阪城の城主にしてほしいという嘆願書を送るの、 呆れた秀忠だから要求を無視され、この頃より忠長は父に愛想をつかされ始める。また、忠長の要求を知った弥光からも、かつて祖父、家康が敵対したと臣家が所有し、大阪の陣で落城させた、大阪城を欲しようとしている忠長に、無本の意志があるのではないかと疑われるようになり、 幕臣たちも諸大名にもてはやされる、忠だの姿を、まるで将軍が二人いるようだと表し、神経を尖らせていく。寛永三年に、県大納言となり、ごみずの天皇の二条上行行の上落にも、随行する。これと前後して忠だは、弟で、後の会津松平家海祖となる、星名正幸に、青い門の入った、家康の遺品を与えたり、正幸に、 松平への複製を進めたりしたと、合図松平家父には記されている。しかし、最大の被護者といえる存在であった母、孔が死去したのを機に、ただは深酒に吹けるなどの問題行動が、目立ち始め、自身が気づかぬうちに家光との確執を深めて、いくことになる。寛永3年7月、家光の上落が決まった際に、大井川に船橋をかけるが、 幕府の防衛線において、重要拠点の場所である大井川に無許可で施行したことが問題視され、逆に、家光の不況を買ってしまうこととなる。さらに駿府では、武家屋敷造成のために自社を郊外に移そうとして、反対され、家光との関係にさらに大きな摩擦を生じた。寛永7年11月、浅間神社付近にある、静畑山で猿狩りを行うも、 摂生を禁止されている神社付近で行った上に、そもそも静畑山では野縁が神獣として崇められ殺すこと自体が禁止されており、さらにこの浅間神社は祖父家康が14歳の時に元服した徳川将軍家にとっても神聖な場所であった。そのような場所で猿狩りを行うのは将軍家の血を引くものといえど許されないことであったが、止める。 要う懇願する神主に対し、ただなは、自らが、駿河の領主であることと、田畑を荒らす猿を駆除するという理由で反対を、押し切って狩りを続け、この一件でただながは1240匹もの猿を、殺したとされている。さらにその木との際に乗っていたカゴの担ぎ手の尻を、脇差しで刺し、驚いて逃げ出したところを殺害する乱行に及び、これらを聞いた家光を激怒させ、 とがめられている。官営8年12月、高刈りに出かけた際に、雪が降り、忠だが寺で休息した際に、故障のオバマ七之助が雪で濡れていた焚き木に火をつけられなかったことに感触を起こして打ちにしてしまう。事態を知って、悲粉に駆られた七之助の父親が、幕府に訴え出た結果、これまでの乱行の数々もあって、 ついに家光の勘忍袋の尾が切れてしまうこととなり、これを理由として、甲府への撤去を命じられる。その際に、秀忠側近の数殿らを介して、謝面を買うが、許されなかった。寛営9年の秀忠の既得に際して、江戸入りをこうたが、これも許されなかった。一説では秀忠本人からも面会を拒絶されたとしている。秀忠死後。 甲府に大徳院殿供養の寺院建流や、加藤忠広海役の際に風雪を留布したとして、海役となり、両国すべてを没収され、10月20日に安藤住長に預けられる形で、上野国高崎へ筆則の処分が下される。また、その際に、朝倉信政鳥居聖次も連座して海役されている。官営10年12月6日。 爆命により高崎の大神寺において切腹した。去年28。墓は43回期にあたる遠方3年になって、大神寺に混流され、2021年現在では、高崎市指定史跡となっており、硯箱、切腹に用いた担当、自筆の手紙などが遺廃とともに保存されている。性質は、織田信義の娘、政子が定説となっているが、 高崎市極楽寺には、ただ長の母碑と共に、昭和三年正月二十一日二世仮民女、清静きいよいよ、六院碑、松誉れ春亭大師、徳川ただ長聖質族名吉彦氏十五歳と、記された母碑がある。供養塔が、鎌倉市の薬王寺、京都市左京区の今回光明寺にある。側室は、大神寺の過去帳にただ長ば麦で因縁がついている。 人が三人ほどいることから、その存在が推測されるが、詳細は不明。子には、松平長七郎がいると伝えられているが、これはいとこ、松平忠直が、入る先で設けた、長見長寄りのことではないかと考えられ、実施の存在は、資料の上では確認されていない。海役の理由として、加藤忠広の海役に関与した。 大阪城と機内55万国の所領を求めた党の説が江戸中期からあり、徳川三木に乗る家光との後継者争いの逸話と合わせて家光による計画的な排除とする説がある。しかし、当時の細川忠都や島津や江戸画廊の伝文や観察によれば、海域は彼個人の乱行が原因とされる。上述の猿狩りなどの他に、 寛永8年2月2日、酒に酔った忠だは、家臣のオバマミツタカの子やおとぎの坊主を殺害、その上翌日に殺害した者を呼び出す行動に出たとしている。その後も森役の内藤正吉を甲冑姿で追い回す、殺害したハゲを刀剣に食わせる、腰元に酒を飲ませて攻め殺すなどといった老石に及んだとされる。3月末には、 忠だの乱行を恐れた側近は彼に近づかなくなり、幼い二人の子供が使えるのみとなった。忠だとは、忠だのこれらの行為は、主乱ではなく、発狂によるものとしている。忠だの一連の行動を知った秀忠は即座に、忠だを感動処分を家光に一任している。家光は、堺井忠よ、土井利勝等を再三使わし、二人しかいない兄弟と、 構成を促して、忠だもこれに同意し、4月後半には一時平成を取り戻した。しかし結局は回復せず、前述のように5月18日に交付窒去が命じられた。しかし江光はなおも窒去の状態で、寸布への帰還を認めており、忠だも上記のように生死を提出したが行状は悪化し、ついに官営9年10月20日に海域と高崎への 筆速が決定した。鎌倉、薬王寺にある、徳川忠長区用と日付イコール旧歴。ありがとうございます。